今朝、吉岡町漆原の住宅から体長1メートルほどの秋田犬1頭が逃げ出しました。警察は捜索を続けるとともに住民に注意を呼びかけています。今朝6時10分ごろ、吉岡町漆原の女性から近所の犬が逃げ出したようだと警察に通報がありました。警察によりますと、逃げ出したのは生後9ヶ月の秋田犬1頭で、体長は1メートルほどで、体の毛は薄い茶色だということです。これまでのところ、この犬に噛まれるなど、けが人の情報は入っていません。飼い主は敷地内の犬小屋で、鎖につないだ状態で飼っていましたが、何らかの理由でこの鎖が外れ、逃げ出したということです。犬が鎖を引きちぎったような跡はなく、首輪は残っていませんでした。近くの駒寄小学校では児童に注意を呼びかけたほか、下校の時間帯は教職員が周辺のパトロールを行ったということです。警察は捜索を続けるとともに、大型犬であるため見かけても近づかないよう注意を呼びかけています。